上半期買ってよかったものベスト5。どうもトデイですということで、お名前ラジオ第95回、2021年ももう7月がスタート、上半期終了ということで、早ないっていう感覚なんですけど、みんなはどうですか？僕はちょっとなんか毎年ね、いや今年は時進む早いなとか言うてますけど、今年なんか特に早いなっていう、まあ、新型コロナの影響とかもあったりね、こう緊急事態が出て、で解除されてまた緊急事態出てみたいな、いやほんまにね、この長い目で見ると時間ってこう短く感じるんですよ。でも短い目で見ると、うわ今から腹筋やる2分長い、これ2分ですよ、2分がめっちゃ長く感じるのに半年は短く感じるっていうね、これ時間の不思議なんですけども、今回は、買ってよかったもの、文房具以外でね、僕がプライベートで買ってよかったものの2021年の上半期ベスト5を、まあ、ラジオでねちょこっと紹介していこうかなと思います。まあ、早速ねいきましょう。第5位から、まあ、ゆったりとね紹介していくんですけども、こちら、スイッチのプロコントローラーいやゲーム機械っていう感じなんですけど、これね結構高いコントローラーで、スイッチ専用のね、プロコントローラー、まあ純正の、まあ、任天堂から出てるちゃんとした、まあ、プロとかも使う、まあ、名前にもプロって書いてるんですけど、プロコントローラーですけど、僕はね、スイッチ持ってるんですけど、スイッチ持ってる人って大体ね、こう動物の森やったりとか、大乱闘、スマッシュブラザーズやったりとか、スプラトゥーンやったり、マリオカートやったり、いろんなゲームをね、楽しんでると思うんですけども、僕はですね、カセットマリオカートだけっていうね、なかなかちょっと、奇妙な、楽しみ方をスイッチでしてるんですけども、マリオカートをやるためだけに、6000円のコントローラーを買うというね、純正のコントローラーもあるんですよ、ちゃんとした。でもそれがねちょっとまあ壊れかけというか、完全に壊れてはないんですけども、ちょい壊れかけみたいな感じで、今回ね、これを、まあこれはめっちゃ早かったですね。 Amazon の購入履歴見たらもう1月ぐらいに買ってたんですけども、だからもう今年ほぼこれにお世話になったんですけども、充電のね持ちとかもめちゃめちゃいいし、とにかくねこう使いやすいし、こう重さもまあまああって、そのチャチー感がないんですよ。ちゃんと重厚感があって、あいいコントローラー使って楽しんでるなっていう感覚、ただそれだけっていうね。でもまあ僕ね、こう友達が遊びに来た時に、友達ともそのスイッチでマリオカートで対戦できるようにコントローラーもう一個あるんですよ。それは1500円ぐらいのやつなんですけどね、それはねほんまに押してるね心地がしないというか、やっぱボタンとかもね全然違うんですよ、感覚が。ただこの、6000円するプロコントローラーは結構いい感じですね。まあ、マリオカートが好きなんで、なんかマリオカート専用のなんかデザインみたいな出てほしいですけどね。出たらねちょっと買おうかなとか言って、ちょっとどんだけマリオカート好きやねんって感じなんですけども、第5位はプロコントローラー。スイッチやってる方はね、もう結構スイッチやってますよって、ゲーム結構ガチですよ、ガチでやってますよっていう方はね、投資の意味を込めてもね買うのおすすめかなと思います。ということで、続いて第4位いきましょう。これ紹介しちゃうともう上位ベスト3に入ってくるものがバレてしまいそうなんですが、こちら iPhone 12 Pro Max のケースでございます。パチパチパチということで、ね、ケースでございます。でちょっと変でしょこのケース、まあ、画面見てる方ならちょっと真ん中にねなんか異質なものがちょっと貼り付けてあるみたいな感じなんですけど、これねもともとついてるんですよ。こういうバンカーリング的なんて、こう途中から上から磁石でつけたりアイリングみたいなこう後付けですよね。ただこれはね面白い、ケースにもともとついてるっていうね、これねめちゃめちゃ使い勝手がいいんですよ。まあこれ普通にバンカーリング的な感じでこうやって指を入れて、まあ、普段はこうやって使うこともできるし、これ結構ねこういい塩梅のその何曲がり具合というか、こうちょっとの力じゃ曲がんないんですよ。こうグッとこうグッとこうちょっと力入れないと曲がらないようになってるんで、まあ何が言いたいかって頑丈なんですよね。だからこれでペンを
あ、ペンじゃないわ、どんだけ文房具好きやね、あのスマホをね、あの支えることができるんですよ。でこうやって縦バージョンもいけるし、こう角度変えると横バージョンでこう映像ね、 YouTube 見たりするときは横バージョンで見たりとか、角度とかも自由自在に変えれて、これはね非常に使い勝手がいいです。で Amazon で2000円ぐらいで買えるんでね、値段も安いしっていう。で結構そのあんまないんですよ、あんまないというか、まあ他と差別化できるというかね、普通に携帯置いてるだけでも友達からもね、あ、なんか携帯かっこええなっていう、ケースがかっこいいだけやのに、もう携帯すらもかっこよく見えちゃうというね、そういう万能な iPhone ケースでございました。続いて第3位はですね、楽天で買った手動昇降デスクでございます。ということで写真出てるかな、出てると思うんですけども、これはね、まあ、僕はご飯を食べるときはね、このいつも文房具を撮影してる机じゃなくて別の机で食べてたんですけど、その机がね以前使ってるのはちょっとめっちゃ低かったんですよ。でご飯食べるときちょっと前のめりになって食べるみたいな、でそれがちょっと嫌だったんですけども、今回今年ねこのデスクを買って、色合いもとてもいいし、で手動でこうね上げ下げできるんですけども、それがめっちゃ簡単なんですよ。下にねペダルみたいな、ピアノのペダルみたいなついてまして、それを押しながら上げ下げするだけなんで、でなんか体重かけたら下にバーンって下がるとか全くないんでね、ペダル踏んでる時じゃないと昇降しないようになってるんで、非常に使いやすいで、形もいいし組み立ても楽やったし、値段も1万円以内で買えるというね、非常におしゃれで、かつ机の高さも変えられるという、結構まあそんな頻繁には変えないんですけども、今日はちょっと低めでいこうかなとか、ちょっと勉強するときはちょっと低め、ご飯食べるときはちょっと上めに上げてみたいな感じでね、調整がすごい楽で使いやすいデスクでございました。続いてまあこっからはね、マジでこの2強、もうこれどっちも1位でいいなっていうぐらいなんですけども、どっちもめちゃめちゃ今年買ってよかったものでございます。まず第2位からいきましょうか。第2位はですね、こちら iPhone 12 Pro Max でございます。まあ第4位でね、ケース来たんですけども、まあ本体が第2位ということで、これね、まあ、ずっと僕は iPhone SE 第1世代というね、いつの携帯やねんっていう、もうこれに比べたらもう3分の1スケールちゃうかっていう、めちゃめちゃ小さい携帯を使ってたんですけども、今年ね、これ16万円したんですけども、まあ、16万円自腹でね、こう頑張って買いまして、まあ、買ったんですよ。これがね、めちゃめちゃ良かったです。まあ、一番小さいものから一番大きいものへとね変化したんですけども、もうちょっと小さいものには戻れないなと思いまして、まあ、iPhone 12 mini とか迷ってたんですけども、もうミニじゃちょっと満足できないよってなってるんですけど、僕はちょっと MAX じゃないと満足できないという感じになってるんですけど、このね大きい画面スクリーンがね非常に見やすいし、使い勝手もいいし、もう友達の携帯とかでも iPhone 12 mini 使ってる人とかも結構いるんですよ。それ見て、その iPhone 12 mini 横で使ってるの見たら、え、なんかちっちゃって思っちゃう、もうそこの領域に入っちゃってるんですよ。だからもうこれじゃないと無理やなっていう感じで、で僕はね物持ちがいいというね、自分の長所があるんですけども、 iPhone SE だってもう5年ぐらい使ってましたから、このね iPhone 12 Pro Max ももうこれからね、いい携帯がいっぱい出るとは思いますが、もう iPhone 20出た時も、え、まだ俺12 Pro Max 使ってるでぐらいね、大人になってもこの携帯をねずっと使っていこうと、長く使っていこうかなと思っております。これが第2位でございました。これはまあ毎日使うものやし、本当に買ってよかったですね。生活がガラッとほんまに変わりました。早変えとけばよかったなって後悔するぐらいね。いきましょう、第1位。これはねもっと後悔、マジで早買っておけばよかったっていう、なんで今まで買わんかったんっていうぐらい、この iPhone を超えるね、もっと僕が使うものがあるんですけども、第1位はこちら、 BOSE のクワイエットコンフォートイヤーバッツ、ノイズキャンセリングワイヤレスイヤホンでございます。これが第1位ということで、こちらはね定価3万3000円するものなんですけども、
マジで生活変わりましたね、これで。僕はね、もう四六時中音楽を聴いてる人間なんですけども、もう何かね、例えば料理、掃除、まあなんかこう、まあ勉強の時はね、あんま聞いたり、聞く時もありますけど、聞いたりしないですけども、筋トレとかね、何かする時、もうほぼもう四六時中聞いてるんですけども、何かする時ね、絶対音楽をかけないと、もう行動できない体になってしまってるんですけども、本当に外に行って歩く時とか散歩する時、スーパー行く時とかも絶対音楽聞いてたんですけども、このね、ノイズキャンセリングイヤホン買ってからはほんまに音楽ライフがね、楽しく充実する音楽ライフを過ごせております。まあ、これノイズキャンセリングイヤホンですけど、みんな使ってるのはやっぱ AirPods Pro なんですよね。だからそのなんか差別化できるというか、みんなあんま使ってない、でもめちゃめちゃいいんやでみたいな。しかもケースもねめっちゃかっこいいし、まあ、僕昔から Bose 製品ばっかり使ってるんですけども、本当にもう世界最大のノイズキャンセリングイヤホンって言われてるんですけども、もうマジでこれはいいです。33,000円以上の価値がありました。まあ音楽めちゃめちゃ聞くんでね、本当に買ってよかったなと思います。ちなみに2位と4位のね、この携帯とケースをつけた感じはこんな感じになります。でこれでね、ここのバンカーリングみたいなのをヒュッと指にはめて使うという感じで、これがね非常に使い勝手がいい。改めて上半期買ってよかったものベスト5は、第5位がスイッチのプロコン、4位ケース、3位デスク、2位携帯、1位イヤホンということでございました。もうこれを超えるねイヤホンはちょっと誕生しないんじゃないかなって僕思うほど本当にいいイヤホンで、接続もめっちゃ簡単やし、音質もいいし、さらにノイズキャンセリングで周りの音遮断して音楽の世界に浸れるというね、そういう最強のイヤホンが1位でございました。ということで下半期はね、ちょっとまあこれを超えるようなね、なんかこうものを買うかはちょっとまだわかんないんですけども、下半期もね、年末またランキングいろいろ買ってたらベスト5とかやろうかなと思います。ということで、お名前ラジオ第95回でございました。次回96回でお会いしましょう。